ラガレコロンブは、フランス、イルド・フランス地域圏、オードセーヌ圏のコミューン。住民は単にラ、ラガレンヌと呼ぶ。ラデファンスに近接する。ラデファンスの拡大のため、2010年より、全国に12カ所ある、フランス国内の国益関連事業の一つとなった。地域の統合は、コミューンではなく国家が行うことになっており、セーヌある種管理公共企業体が介入して行う。 地域はパリ1区とほぼ同じ大きさである。ベルジック広場はラデファンスから数百メートルしか離れておらず、ヨーロッパラウンドアバウトの1キロメートル以内にグランドジャット島がある。ラガレンヌ駅とベルジック広場の間にあるコント通りラガレンヌとコロンブという地名は古い地図に載っている。そのため20世紀初頭に新しいコミューンの名として付けられた。7世紀。 ラゴベルト王はこの森に囲まれた狩り場をサンドニ修道院のものと認めた。1222年にその名が修道院の記録に記された。13世紀のラガレンヌはまだ良い狩り場で農夫の家以上の住宅はなかった。15世紀、ウサギの生息地を立ち入り禁止にしようと修猟期に修道士たちが利用する田舎の家が建てられた。1684年まで、 サンドニ修道院はこの土地の封建領主であろうと努力した。1684年、ラガレンヌはマントノン公爵夫人のものとなった。その後領主となったのはサンシル学院の所有者となった単霊公爵であった。領主が数人変わり、1791年までモナコ大公が領主となった。1791年にラガレンヌは国有化され、 丹麗公爵の子孫や返却された。1812年、ナポレオン一世の主治医であった、ジャンニコラ・コルビサール男爵が、ガレンヌにあるトゥルネル城の城主となった。1837年、パリ・サンジェルマン・アンレー線のラガ・アレコロンブ駅が開業した。開業の式典には、王妃マリー・アメリーが出席した。1910年、コロンブより分離され、新しいコミューン。 ラガーレコロンブが誕生した。1908年にラガーレコロンブにあったカセオソジャーヌの工場では中国人たちが働いていた。彼らは中国語のコースと並行してフランス語や科学科目のプログラムに参加できた。1920年代、東商平がこの工場で働いていた。かつて PSA ー条死とロエン本部が置かれていたが、現在は移転し、 研究部門のユジーヌ PSA がある。ありがとうございます。